Viewer discretion is advised. じゃあ、どんだけ湧いてくるのよ、こいつら。臭い、汚い、バッチリ。こっちに近寄らないでよ。この状況で口目、両手足を同時に動かせるのは素直にすごいな。あと、汚いとバッチーは同じ意味ではないか？うっさいわね。っていうか、あんたもゾンビを蹴散らしなさいよ。やっている。危ない。エミリー、こっちに来い。あ、サンプルが。この状況で開けた場所にいるのはまずい。みんな、一旦奥にある細道まで退避するぞ。よく見つけた。私がしんがりにつく。雪風、援護しろ。了解。これだけ多いと、どこを撃ってもゾンビの頭が吹き飛ぶわね。一旦この場から離れましょうね。サンプルが目の前なのに。お姉ちゃんのことといい、目の前に興味があるものがあると周りが見えなくなるタイプか。引き合いに出されるのはちょっとあれだけど、さくら、リンコ、エミリーの護衛は任せるわ。了解です。この辺り、匂いがすごいし、奥がどうなっているか見てくるね。地図にはない道だ。奥からもゾンビが来るかもしれないから、気をつけるんだぞ。了解。リンコ先輩、行こう。ああ。エミリー、こっちに。はい。風魔くん、ゾンビの正確な数と脱出経路は？ゾンビはたくさんです。ドローンのセンサーが届く範囲外からまだまだ集まってきています。100か、それ以上測定できません。それより、気づいていますか？ええ。何か、が来ているわね。はい。奥のゾンビたちが道を開けています。これじゃ、さながらモーゼの実戒だな。
冗談が言えるくらい余裕があるなら大丈夫そうね。とにかく、まずはどう対処するか決めましょう。戦いましょう。目的の偽桃地の死体は目の前なんです。回収するにはゾンビたちを蹴散らすしかありません。でも奥からはおそらくこの騒動に関わっている大物が来ているわ。この状況で不確定要素が高い敵との交戦は避けるべきだと思うけれど。全部を相手にする必要はありません。ゾンビを蹴散らし死体を回収してから撤退する。幸いゾンビ自体の戦闘力はそれほど高くありません。殲滅が目標ではないのだから死体の回収は可能だと判断します。そうね、難易度は上がるけれど確かに不可能ではないわ。スー、あなたも風魔君と同意見かしら。副隊長としての意見を聞かせてちょうだい。いえ、私は隊長の意見には反対です。不確定要素が向かってきていることに加え、こちらにはエミリーがいます。強化外骨格をまとっていますが、彼女の防衛手段はそれだけです。もしこちらが想定する以上の問題が発生した場合、彼女を守りながらでは逃げることも難しくなる。任務達成も大切ですが、この場には熟練のタイマニン以外がいることも忘れてはいけないかと。そうね。副官になったわね。隊長の言葉を鵜呑みにするようなら、御社へ戻った時に追加の訓練を行っていたところだわ。風魔君も他者の意見をきちんと受け止めることができるのは成長した証よ。いえ、気持ちは風魔に賛成なんです。この特務中隊は未だ確かな実績を残せていないですから。風魔が作戦の完璧な成功に意識が傾いてしまっているのも理解できます。そんなつもりは。いや、初めて会った時のお前なら任務達成よりも仲間の安全を優先したはずだ。私に罵倒されても怒らなかったのに、コートララ島の住民がテロに巻き込まれたことに義憤を抱いていたお前なら。いつも通りの選択をしたつもりだったが、少し意識が任務優先の方に傾いてしまっていたのかもしれないな。よし、スー、細道の奥がどこに繋がっているか凛子先輩たちと調べてくれ。浅木先生は紫先生の援護に。おい風魔、話が終わったら浅木様と一緒にこっちへ来てくれ。どうしました紫先生。これは寄生型の魔族。
浅木先生、こいつらを知っているんですか？昔、ノマドと戦っていた時に少しね。それよりも、規制されたことで、彼らは肉体の制限を外しているわ。道理で、力比べで私とやり合えるはずだ。紫先生と互角って。動きが止まってるわよ。どうして魔族がこんなところに？寄生型の魔族ですね。あれは、肉体に寄生するタイプですか？多生命体に寄生する魔族には、大きく分けて二通りのタイプがいまして。一つは、目の前の肉体に寄生するタイプ。もう一つは、脳に寄生するタイプなんですよ。肉体に寄生するタイプは、触手などの体細胞で、多生命体の肉体を補強し、戦わせる。特に顕著なのは、破損した箇所も触手で覆い、回復させ、すぐに使える状態にしてしまえること。脳に寄生するタイプは、脳細胞を肉体の限界以上まで酷使させ、普段では考えられないほどの運動性能を引き出せる。さらに、後者の寄生体は、元の生命体と見た目がほとんど変わらず、見分けがつきにくい点が問題です。人間社会にも、魔族に脳を支配された人が何人もいると考えると、ゾッとしますね。みんな、戻ってきたのか。とにかくまずはエミリーを後ろに下げろ。助立ちします。雪風、一気に押し返すぞ。この細道の先は行き止まりだ。このゾンビと魔族の大群を押し返して逃げ道を確保するしか生き残る道はない。わかった。なら地上までの最短ルートを案内する。さくら、エミリーの護衛を頼む。了解。伊賀は浅木、剣山。撤退するのね。それじゃあ最後に大暴れさせてもらおうっと。余力は残しておけよ。まだ何か隠し玉がありそうだ。っていうか気持ち悪っ。何あの触手。捕まりたくない。中には捕まえた獲物に毒を流し込む個体もいるわ。気をつけて。さすがに毒は解毒するまで時間がかかるからな。気をつけなければ。解毒できるだけでもすごいんですが。みんな、触手の動きに気をつけろ。了解。等しく全てを切り刻んでやろう。
さあ、祈祷しましょう。はあ！邪魔だ！どけ！リンコ先輩を先頭にエミリーを護衛しながら包囲を抜けろ。援護するわ。みんな早く。何をして、あれは誰だ。スーも知らない相手か。そこをどけ。より私たちは援護に回るわよ、さくら。エミリーさんは後ろでおとなしくしててね。全員その女の足止めを。スー、その間にモモチの死体を奪うぞ。了解。伊賀は先、剣山。くっそー、どうしてこう後から後から面倒ばかり。予定通りにことが進む方こそ珍しいだろう。大魔人の任務ならば。たまにはこう簡単にスマートに任務を達成できてもいいじゃない。ぼやいている暇があるなら手と足を動かせ。それより何者なのだあの女は。知らないわよ。とりあえずぶちのめしてとっ捕まえて話を聞く。うむ、いつも通りの雪風だな。
つもこんな調子なのか、お前は。ラスト。さよなら。ラスト。とどめ。決めるわ。祈祷しましょう。くそ、ダメか。誰か、あの女の邪魔はできないか。私の武装が使えたら狙撃できるのに。任せなさい。君の名前は？君はどこから来たんだ？待ちなさい。くそ、ダメか。ダクリアソン。全員もう一踏ん張りだ。周囲のゾンビを蹴散らしてくれ。伊賀はアサギ剣山。ここまで増えると
気持ち悪いというよりもただただ面倒だな。まったく同感ね。っていうか、あんたは何してんのよ、バカ風魔。こっちはいいから、さっさとあの子供を追いなさいよ。ここで、あの少女を見失えば、桃地への手がかりが失われるわ。ここは私たちに任せて、私たちを信じて追いなさい。行け、フーマ。ここは私に任せろ。さよなら。さよなら。これで終わりよ。伊賀は浅木剣山スイッハッ。さよなら。スイッハッ。カバハッハッ。さよなら。よし。アサギ、剣山。さすがに格好つけすぎたか。少し疲れてきたぞ。あら、元エリート捜査官様は体力がないわね。6発もヘッドショットを外した術官に言われたくないな。頭じゃなくて肩を狙ったのよ、あれは。いい友人ができたみたいだな、雪風。友達じゃないわよ。私にだって友人を選ぶ権利くらいある。せめてもう少し教養がある相手でなければな。なんですって？みんな無事か？こっちは地上に出た。位置をスーの端末に転送する。合流できるか？ええ、元気な二人が頑張ってくれるみたいだからすぐに合流するわ。ね、雪風、スー。
私もまだまだ元気です、アサギ様。なんでそこで争うかな。ま、むっちゃんらしいけどね。さて、私も頑張りますか。さよなら。ラスト。みんな無事でよかった。早速だが、休憩しながら聞いてほしい。エミリーも安全な場所へ送り届けるのは後にしてもらっていいだろうか。はい、もちろん構いません。ところで、ミスター桃地の死体はどこでしょうか。あの無口な少女も姿は見えませんが。それなんだが、彼女は目標の死体を担いで離れた位置にある建物へ入っていった。周辺は魔族が徘徊していて近づけなくて、みんなと合流するのを待っていたんだ。また魔族？もうどうしていきなりこのリゾート地に魔族が湧いてんのよ。わからない。待っている間、ベーレンのデータベースも調べてみたが、コートララ島に魔族が出没しているという情報はなかった。ジェイムズも知らないそうだ。そうなると、魔族が現れるようになったのは、つい最近ということになるわね。どれ？数はどれくらいだ？建物周辺を巡回しているのが約50。建物の中にもいると思います。肉眼だと分かりづらいですね。私、視力が悪いですし。ただ、顔の識別はできませんが、肉体に寄生するタイプみたいですね。地下で戦ったものと同じタイプです。あの手の魔族は、あまり研究対象にならないので、それほど詳しくないのが残念です。脳に寄生して肉体を操るタイプだと、脳死状態の患者さんの回復に役立つデータが手に入るかもしれないから、何体か捕獲してほしいのですが。確認した。確かに数は50程度。雪風、ここから狙撃できるか？ちょっ
と無理ね。私のライトンの射程ってそこまで長くないのよね。ちょっとフーマ、あんたのそのドローンに狙撃用の銃とか取り付けてないの？無茶を言うな。日本では軍用ドローンでも非殺傷設定の武装しか取り付けできないんだ。狙撃用なんて持ち込めるわけないだろう。役に立たないわね。そうだ、フーマ。お前はあの場にいなかったな。ん？数人だが、顔の判別ができる者たちがいた。確認を頼む。了解。しかし、妖魔族に寄生されると、ひどい有様になるな。体中が穴だらけじゃないか。いらんことを言うな。私だってあまり気分がいいものじゃないんだからな。うん。すまない。と、検索結果が出たぞ。フリーダム・オブ・アフリカに所属していた？フリーダム・オブ・アフリカ？その名前なら、中華連合の方でも調査結果が出ていたな。桃地東洋が接触した南アジアの軍需企業だ。ええ。5社の方でも、その企業の情報は集めていたわ。数年前から桃地が接触していた企業で、接触理由は軍事訓練、とね。軍事訓練？テロ事件を起こす前に？タイマニンほどではないが、優れた戦闘技術と身のこなしは、タイマニンから学んだものというわけか。お師匠様のお師匠様から技術を学んだ者たちか。厄介なはずだ。今だから予測できるけど、おそらく、テロ事件を起こすための仲間を作るために、自分の思想を語り、同調させ、自分を信じた者たちに訓練を施したのでしょうね。要するに、訓練を通じて洗脳したようなものか。軍隊の訓練というのは、一種の暗示に近いものもあるからな。その延長で、自分の思想を押し付けたわけか。いいえ。それだけではないわ。あの企業は中華連合や米連といった大規模組織にとって低賃金で大量に人員を雇える金山のような場所なのよ。自分たちも一人の人間なのに安値で道具のように扱われる日常もあると聞くわ。そこに両組織に一泡吹かせるための策があると言われたら、そして特別な訓練を受けて力を得た自分たちなら世界を変えられると言われたら、不満が爆発するか。洗脳というよりも人心をうまく掌握したというところね。特にフリーダムオブアフリカに所属しているのは若い男女だと聞いているわ。でも浅木先生、あの男の仲間たちが行ったのはコートララ島の蹂躙です。こんなもので鬱憤が晴れるなんて。晴れるのよ。不満というのは、自分たち以外の他人が不幸になるなら、それだけで晴れてしまうの。それに、コートララ島のテロ事件だけで、私たちタイマニン組織だけでなく、米連も、中華連合も、桃地とその一味の情報を集めようと、血眼になっているのが現状よ。それを知れば、連中の士気はさらに上がっているでしょうね。自分たちの行動が、企業を蹂躙する国を混乱させたってね。そんな。悲しいが、それが人間だ。だが、そのことに心を痛めることができるのもまた、人間なのだ。私たちは、そんな心を痛める者たちを守るためにいる。それもまた、タイマニンの一つの形だ。わけわかんない。自分たちがされて嫌だったこと以上のことを他人にして鬱憤を晴らすなんて。今は考えなくていい。相手はテロリストなんだ。ただ俺たちは、その衝動に身を任せず、自分を律し、任務に集中し、連中を止める。タイマニンとは、そのための力だと俺は思う。
話がそれたな。なぜ奴らが妖魔に寄生されているんだ。ああ、フーマ。名前が分かった奴のデータをこっちに戻してくれ。やはりな。何か分かったの？スーちゃん。こいつらの名前はデータで見たことがある。コートララ島でテロ行為を起こしたところまでは行動を把握しているが、その後は行方不明になった者たちだ。これはまだ予想の域を出ないが、もしかしたらあのテロ行為の後も、コートララ島で秘密裏に活動を継続していたのかもしれん。中華連合や米連がそうであるように、生物兵器としてのゾンビを監視、情報収集を行っていたとかな。テロ行為を続けるにも、金が必要だろうからな。その情報をどこかの組織へ売れば、当面の資金難は解決するだろう。最低。そうして突然現れた妖魔に襲われ寄生されたということもあり得るのか。タイマニンが世界を変えるというような男だ。もしかしたら魔族から協力を得る見返りに仲間を売ったということもあるかもな。魔族を利用しているのかもしれない。利用？モモチは米連から生物兵器を奪い、中華連合の情報網をかいくぐり、結果的にその両方を利用して自分の存在価値を世界に知らしめた。なら今度も同じように魔族を利用して何かをなそうとしているのかもしれない。魔族がモモチの死体を回収していることから、少なくとも何らかの関係はあると考えるべきでしょうね。それにしてもあの少女は何者かしら。閉鎖された場所とはいえ、私と紫をああまで簡単にあしらうなんて、まるで私たちの戦い方を知っているようだったわ。どこかで戦ったことがあるんですか？いえ、あれほど強力な魔族なら忘れないはず。それに、いえ、今は死体回収に集中するべきね。隊長、いつまでここでじっとしているの？いや、あれほどの敵と遭遇するとは思っていなかったからな。次は屋内で確実に戦闘が起こる。なるだけ万全の状態で戦ってもらわないといけないから少し休憩していた。ちゃんと休めたか？大丈夫だよ。ああ、次はちゃんとあの小娘も叩き潰す。頼もしい限りですけど、味方を巻き込まないように立ち回ってくださいよ。人を鬼か災害のように言うな。ちゃんと理性は残っている。それで、隊長、今後の方針は？これから作戦目標の死体を奪った少女を追い、建物へ潜入する。
そして死体を回収後は速やかに撤退。その後にエミリー・シモンズの身柄を安全なところまで送り届けて、特務中隊の任務を完了とする。みんな、もう少しだけ頑張ってくれ。特務中隊、作戦を開始する。 Thanks for making it to the end of this video. Anyways, if you're new to my channel, feel free to check out the content here, of course. And if you like what you see here, why not hit that subscribe button? And if not, well, thanks for giving my channel a shot. Anyways, as always, this is Ryuki here saying thanks for watching. And until next time, everyone, sayonara.